函館市。函館市は、北海道にある市である。都道総合振興局所在地。札幌市、旭川市に次ぐ北海道第三の人口、約26万人を有する中核市。函館市は、北海道南端の小島半島南東部に位置し、天然の良好である、函館港によって、北海道と本州を結ぶ交通欠接点、道南地域の中心都市として発展してきた。 毎年500万人近い観光客が訪れる観光都市となっており、市町村の魅力度ランキング調査で1位にランクインする都市になっている。フランスのタイヤメーカー、ミシュランが発行する旅行ガイド、ミシュラングリーンガイドジャポンでは1つ星以上の星がついている観光地が函館市内に20以上ある。本市を中心とする函館都市圏は観光業の他に水産業や 食品関連産業、医療福祉を主要産業としてきたが、一方で人口減少が著しく、2014年、平成26年4月1日から、地域のすべてが過疎地域指定されている。室町時代の京都区3年、1454年、津軽の豪族、河野正道が、函館山の北斜面にあたる薄毛市、薄毛市、アイヌ語で、湾の橋という意味に館を築き、 形が箱に似ていることから、箱立と呼ばれようになった。このほか、アイヌ語の、はちゃし、あさい、砦に由来する説もある。明治2年、1869年に、蝦夷地が北海道となり箱館も、箱立と解消された。ただし、箱立を箱立と改めた時期について、箱立市市では、1876年。 明治9年に至っても大上官日誌が函館と函館混用しているので明治2年1869年に改名したとの説は論外であるとしている。市街地は陸系島となった函館山、河牛山から函館平野や亀田半島につながる祖諏にあり、函館港は方が共江町になっていることから別名、共江の港とも言われ、 市場に採用している。東部地域は、エサンドー自然公園になっている。津軽海峡、太平洋、内浦湾、噴火湾の3つの海に囲まれ、津島海流、暖流の影響を受けるため海洋性気候となり、北海道内では、比較的降雪量が少なく穏やかな気候となっている。欠片の気候区分では、1961年、 昭和35年から1990年、平成2年までの平年値、2000年3月まで使用された区分では、最寒月、1月の平均気温が低摂氏3.4度、最暖月、8月の平均気温が、摂氏21.6度となり、赤ん帯湿潤気候、DFB に分類されていた。しかし、年から年の平年値では、 最寒月、1月の平均気温が低く、摂氏2.9度、最暖月、8月の平均気温が、摂氏21.7度となり、西岸海洋性気候、CFBE に変化した。さらに、2011年からの現行の平年値、1981年から2010年、では、最寒月、1月の平均気温が低く、摂氏2.6度、最暖月、 8月の平均気温が、摂氏22.0度となり、温暖湿潤気候、CF に分類されている。函館の気象は3月には、日本海で低気圧が発生し、春の嵐となることがある。4月から5月は、大陸からの移動性高気圧による影響により、乾燥した空気が上空を覆うようになるが、日本海を北上、または東進する低気圧の影響により天気は、 周期的に変化する。6月の本州における梅雨期には、オホーツク海に高気圧が停滞することがあり、低温多湿な東風が吹いてくると霧が立ち込めて、気温も低く湿った日が続く。本州の梅雨明け時期には、北上して生きた梅雨前線により豪雨となることがあるが、7月から8月にかけて、北、太平洋高気圧、太平洋高気圧が発達して、 夏型の気圧配置となる。9月になると春季と同様に天気が周期的に変化し、台風が最も接近しやすい時期となる。10月になると清涼な気候となり、例年は中旬頃に霜や結氷が見られるようになる。11月から12月にかけては降雪が多くなるが、積雪量は少ない。北西の季節風が強まると気温が下がって吹雪になることがあるが、 函館は、大島半島南部の北海道駒ヶ岳から大千元岳に至る山系が、北西の季節風を遮るため、降雪量は多くない。積雪は、例年1月から2月にかけて、最大となるが、平年値で1月が35センチメートル、センチメートル、2月が41センチメートルである。北海道内では、札幌市、旭川市に次ぐ、 人口規模となっている。かつては、北海道最大の人口を有しており、1914年、大正3年に人口10万人を超え、1922年、大正11年に、市政志向札幌区、小樽区、函館区、旭川区、室蘭区、串緑区が一斉に、市政施行、1933年、昭和8年には、日本国内第9位となる。 人口規模21.7万人になっていた。しかしその後、1940年、昭和15年の国勢調査で札幌市の人口が函館市の人口を超え、1965年、昭和40年までに旭川市の人口が函館市を超えた。1973年、昭和48年に隣接する亀田市を編入合併し、 この年から人口30万人台となっていたが、北洋漁業の衰退や、生管連絡船の廃止により、人口が減り、1995年、平成7年に人口が30万人を切った。2004年、平成16年12月1日、過疎地域自立促進特別措置法の指定を受けていた。都井町、江山町、都戸北家村、南茅部町と合併。2014年、 平成26年4月1日に同法が改正され、旧函館地域を含む自然域が過疎地域に指定された。人口減少は現在も続いており、市長の工藤久は半世紀以上も社用都市と言われてきたとっ定いる。2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口零人の消滅集落となっている。古来函館は、 日本が進出するまでは、先住民の先住地であった。縄文時代には7000年にわたり、独自の文化が栄え、俗縄文時代前期には、オホーツク海側の打つ内文化等とは異なる。絵産文化が、お島藩から、石狩帝地帯、石狩平野と幽閥平野を合わせた範囲まで、拾っていた。現在の函館市は、その絵産文化の中でも縄文系や良い文化に属する。 大陸系弥生文化ではない、東北北部の弥生文化が広がった。例えば俗城門時代の壁玉聖下玉の湿度は、その例である。箱館は、天然の良好で、江戸時代から正木、江差しと共に、正木三河、または江戸三港と和人に呼ばれたところで、海産物交易の集積地として栄えてきた。年、1799年、江戸幕府は、 ロシア帝国の南下政策に対して、江戸地を直轄領とし、函館に奉行所が置かれることになった。安政元年、1854年、日米和親条約の締結により幕府は、函館都市モダの開港を決定。安政六年、1859年には、長崎、横浜と共に、日本国内初となる対外貿易港として開港した。当初は、函館でも、 デジマ方式の外国人居留地が計画されたが、失敗に終わって、市中に混在することになり、それが異国情緒豊かな街並みとして残り、現在に至っている。明治時代になると、函館から函館へ改称して開拓し函館市長が置かれ、函館県庁、北海道函館市長と変遷していき、周辺には外国交換や公会堂が立ち並んでいった。 箱館の町はしばしば大火に見舞われているが、1878年、明治11年と1879年、明治12年に起こった大火による復興のための宿改正事業により、福音20軒の防火線街路として20軒坂と元坂を拡幅し、福音6軒や12軒の街路が直通して、区形の街路が誕生した。1907年、明治40年、 1921年、大正十年大化後の復興では、1階が和風建築で2階が洋風建築の和洋折衷建築が多く建てられ、函館の特徴的な景観になっている。1905年、明治38年に調印されたポーツマス条約によって、日本が北緯50度以南のカラフトを獲得し、ロシア帝国が日本海、オホーツク海、 ベーリング海の漁業権を供与すると、昭和の戦前期にかけて、北洋漁業の基地として最盛期を迎えた。終戦直後から1952年、昭和27年まで、北洋漁業ができなかったが、その間に、イカ釣り量と水産物加工業が台頭した。北洋漁業の将来に、不安のあった函館市は、工業生産都市への転換を図ろうとするが、オイルショックによって、 工業都市化や経済開発重視から市民の生活環境重視へと転換していった。特に、函館山の自然保護と歴史的環境を活用した観光政策に大きな力を注いでいった。また、函館の地域特性を活かすため、2003年、平成15年に函館国際水産、海洋都市構想を策定、マリンフロンティア科学技術研究特区として、 構造改革特別区域に認定されるなど、山学館の連携強化による新たな都市形成を目指している。函館市の概要、函館市紹介、函館市の歴史参照、姉妹都市友好交流都市、ツインシティ、市業政府は健全な行財政運営を目指して1八十六年度から行財政改革に取り組み、続く1九十三年度から第二次行財政。 改革2000年度から第三次行財政改革2008年度から函館市行財政改革新五カ年計画2012年から函館市行財政改革プラン2 0 1 2に築き継続的に行財政改革を実施したしかし人口減少少子高齢化の進展などの社会構造変化により行政需要の増加が見込まれる一方市財政が工場的に 財源不足を生じる赤字体質であることに加え、脆弱な歳入と硬直化した歳出という財政構造にあり、財源調整として活用できる基金の残高は残り、わずかとなっている。2014年度からは、職員給与賃下げや行政サービス縮小等により、3年連続で財源調整のための基金に頼らない、収支均衡予算を編成した。市に交付される。 地方交付税は、平成16年の市町村合併から10年間は、合併算定外により算定されたが、その後5年間は激変緩和措置により、段階的に縮減され、最終的に合併合算額は例になる。また、人口減、地域経済、雇用対策費の減、地方消費税交付金の増、固定資産税の増などの要因により、 交付税の縮減率は2.6%となっている。資税収のうち入党税は約2億2000万円。平成27年度であり、お島管内では最も多い。財政力指数、3年平均は0.457。交際費負担比率は59.9。実質交際費、比率、3年平均。早期健全化基準25。財政再建基準35は7.7。 自主財源比率は34.0。実質赤字比率、早期健全化基準11.25。財政再建基準20は0。将来負担比率、早期健全化基準350は67.3。である、単位は%。パーセント。いずれも、平成27年度の数値。市は、市営事業の一部を地方公社化して実施している。 旧法人は単独出資25%以上の出資法人となっている2016年3月31日現在市議会の役割と仕組み参照箱館市選挙区衆議院議員参議院議員独立行政法人地方独立行政法人特殊法人認可法人文化施設スポーツ施設新聞社テレビ局コミュニティ放送 国立大学法人公立私立、私立。同立、私立私立国立大学法人附属中学校私立、私立。国立大学法人附属小学校私立、私立。国立大学法人同立職業訓練施設自動車学校。函館市は、道南の中心都市、観光都市として、 第三次産業の比重が高い産業構造となっており、商業に関しては、卸売業が販売額を占める割合が高いのが特徴となっている。また、イカなどの水産資源を利用した食料品製造業と流通が発達した地域にもなっている。旧函館市はスルメイカ、旧都町、江山町、都道北家村、南茅部町は昆布の漁獲が豊富であるため、 イカと昆布の町になっている。かつては、酒ます漁、蟹高専などの北洋漁業基地として発展したが、排他的経済水域の設定により沖合漁業、沿岸漁業へと転換していった。1984年、昭和54年に、函館地域がテクノポリスの指定を受け、1986年、昭和61年に、北海道立工業技術センターを建設。 1988年、昭和63年には、函館林空工業団地第一期造成工事が完了し、地域企業の技術高度化や企業立地を推し進めてきた。さらに、函館の地域特性を生かした街づくりに取り組むため、2003年、平成15年に、函館国際水産、海洋都市構想を策定し、文部科学省の都市エリア産学館連携促進事業に、 函館エリアが指定され、構造改革特別区域となる、マリンフロンティア科学技術研究特区の認定も受けた。2014年、平成26年には、国際水産、海洋総合研究センターが、共用開始となり、産学館による複合的な研究施設が完成した。重点港湾の選定、道内の港湾一覧、北海道の漁港一覧参照。 重点港湾地方港湾56条港湾漁港百貨店ショッピングセンタースーパーマーケット国内戦国際線北海道新幹線新函館北斗駅の所在地は北斗市かつて函館市交通局現函館市企業局交通部による函館市営バスが運行していたが2003年平成15年4月1日に廃止路線は函館バス2乗とした 北海道運輸局による一般乗用旅客自動車運送事業、タクシーの自動認可運賃等では、旧函館市地域が北海道 C 地区、旧都井町、旧江山町、旧都土北家村、旧南海阿部町地域が北海道 D 地区の運賃となる。函館市道末広八号線、大見坂2は、西部地区にある20カ所の坂道の一つで、坂下の国道279号から、 坂上の指導寺町20軒坂線湯を結ぶ延長280メートル、福音9.8から12.6メートルの街路。鉄平石の石畳と沿道の洋館が立ち並ぶ、街並みが調和するエキゾチックな雰囲気が特徴で、ガスト風の街路灯が立ち街路樹が植栽されている。函館冬フェスティバルも開催される2月頃は、沿道寺スキャンドルや並木のイルミネーションで飾られる。 大見坂の名の由来は、かつて坂の下に、地方の村役人が公用で宿泊した常宿、大見院議平への豪宿があったことから、その家地主から取ったとされている。1987年、昭和62年8月10日に、旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選に選定されいる。高速自動車国道に並行する。 一般国道自動車専用道路、A 路線国土交通大臣指定に基づく、高規格幹線道路、一般国道の自動車専用道路、B 路線地域高規格道路、一般国道都道府県道、函館市の文化財一覧参照。詳細は、函館市指定文化財参照。観光 b r として、親善大使、ミス函館を任命し、函館出身や函館に、 ゆかりのある方に観光大使、函館観光大使を依頼している。2008年、平成20年開設の観光情報サイト、箱村があり、動画サイト、函館 CM 放送局箱詰めでは、ウェブムービー、函館観光ガイドイカール整備と襲来中などを制作している。函館山の麓斜面に広がる地域。西部地区は、函館発祥の地で、 1859年の国際貿易港として開港以来、フランス、ロシア、イギリス各国の外国人居留地として領事館をはじめ、教会が建てられたことにより、諸外国文化の影響を強く受けた洋風や和洋折衷の建築物が多く立ち並ぶ。また、周囲は石畳の坂道で、これら洋館と一体となって、 箱館独特の異国情緒あふれた街並みを残している地区である。坂の上には日本の音風景百選にも認定されている鐘の音でガンガン寺の愛称で親しまれるハリストス聖教会復活聖堂があり、坂下のウォーターフロント地区に明治末期に建てられた赤レンガ倉庫群を再利用したレストランや画廊などの店舗が立ち並び、 函館でも最も多くの観光客を集める観光スポットにもなっている。この他に津軽海峡に突き出た函館山の山頂から見る夜景は、戦場に広がる市街地の地形とライトアップされた西部地区の歴史的建造物群や坂道の街路灯が作る光の動線が浮かび上がり、訪れる多くの観光客らを魅了している。函館初めて物語。 箱館初ことはじめ歴史、箱館海溝、ペリーロード参照。港町として発展してきた箱館市は、海産資源に恵まれている。中でもイカは、市の魚にも選ばれており、箱館を代表する味覚になっている。さらに、朝廷や、将軍家にも奉納され、県上昆布とも呼ばれる真昆布や、ブランド化されている、トイマグロなどがある。 沿岸の豊かな漁場で採れた新鮮な海の幸を使用した海鮮丼安市は、函館の食のイメージとして、観光客にも定着している。日本国内初の国際貿易港として開港した、歴史から、世界各地から、様々な食文化を取り入れてきた経緯があり、1884年、明治17年に、函館の中華料理店洋和県が、当時の函館新聞に掲載した、 広告の中、南京そばとあることから、中国の麺料理を日本で最初に販売した地とされ、箱館ラーメンの発祥とも言われている。近年では、箱館スイーツとして、箱館の和菓子、洋菓子をアピールして活動も行われている。北海道各地で見られる七夕の夜に、子供たちが民家やお店を巡ってお菓子をもらい歩くという風習は、箱館にもあり。 七夕飾りのある家だけを訪問することなどの指導の元7月7日に行われる。江戸後期の函館では、ねぶた祭りと七夕が一緒に祝われており、各家で大小のねぶたを竹と紙で作っていた。そのねぶたに灯すろうそくを集めることが子供たちの役目であり、ろうそく一本長大なの歌に名残があるとされている。旧函館市では、8月のお盆まっただ中に、 函館八幡宮霊大祭が行われるため、仏教会の申し合わせにより7月にお盆を行っている。結婚披露宴は北海道の他の地域と同様に回避制で行うことが多く、昭和30年代後半から広まっていったと推測されている。一方葬儀の場合、函館、道南地方では、通夜、国別式の前に仮装を置くことが一般的である。これは、 伝染病などが起きないようにすぐに仮装した、戦争や函館大火、東山る事故で、多くの死者が出て、仮装を急がなければならなかったなどの諸説がある。2003年、平成15年に函館フィルムコミッションが設立され、ロケーション撮影などを支援している。受賞順、政治行政放送経済、学術、文化、芸能、ポピュラー音楽、 マスコミ。格闘技、陸上競技球技、競馬、競輪、政治、経済、学術、文化、マスコミ芸能、ポピュラー音楽、スポーツ、函館市民検証、都市宣言、注釈。出展。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。